Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. どうもこんにちは、ゆいです。よすけです。なこです。なこです。今日はラコレ東京ベイ店さんに来ております。お邪魔しております。今日はお買い物の様子を撮っていきたいと思います。初めてやな。初めてお店の中で撮影させていただくのは初めてなんで、うん、ちょっと緊張してるかも。うん、めっちゃ魅力的なものがいっぱい置いてるので、ちょっとお買い物がすごい楽しみになってます。でラコレさんの中でも非常に多くの商品を取り扱っている店舗になってるんで、うん、たくさんものを見ながら買い物をしていこうかなと思います。うん、まだね、買ったものも変えて紹介したいなと思ってるので、うん、最後まで見てください。では行きましょうか。では早速買い物をしていきましょう。ではレッツゴー、レッツゴー、イエーイさあ、気になるものをどんどん行きましょう。気になってた、ここね、前にあるペットグッズ、この水筒めっちゃ可愛い。可愛い。ペットボトルを入れるんかな。水筒、あ、それペットボトルホルダーめっちゃ可愛い。びちゃびちゃになれへんし、すぐ熱くなるやん。それいいな。のぶちゃん、どれがいい、どの色がいい。どの色がいい。白とベージュかな、やっぱ。あ、これも、こっちの色も可愛い。そっちと、なんかちょっと違う。あ、デザインが違う。かわいいな。何色？ベージュ。ベージュやな。これ、スマホリングストラップ、手首につけて、かわいいな、めちゃ。え、これ、どうする？手首にこうやってつけれるっていう、そのストラップいいな。な、これ、便利。それ良さそう。うん、このアップルウッチのバンドもある。めっちゃあるな。このどっちかの色やな、白かベージュか、ちょっと検討しよう。うん、最後に決めましょうか。うんご、うんご。この辺の刺繍とかアクセサリーコーナーめっちゃ可愛い。あ、それいいわ。そうそうそう、この部屋なんやろ、くぐった時に隠れる、いいよな。いいな、それいいよ。使ってそう。もうそう、なんかこういうのたまに使うから。刺繍もめっちゃ可愛い。刺繍懐かしい。刺繍ようつけてたでな、一時期。こういうヘアクリップもめっちゃ可愛いで。うまい。No。 え、これ豊富すぎへんか。しかも300円っていう。安っ。お手頃やん。お手頃やな。可愛い。夏っぽくていいな。僕がずっと気になってるものはこちらですね。カレー。美味しそう。美味しそうやんな。うん、お昼とかに在宅やからパッて食べれるやつが欲しくて。うん、やっぱバターチキンかな。一番好きなやつ。うん、ジンジャーキーマ美味しそう。2個いっとく。うん、バターチキンカレーと、うん、あ、でもキーマもいいな。わー、悩むな。あ、下もあんで。うまい。いろいろレモンクリームチキンカレー。待って、抹茶もあるやん。抹茶ありました。抹茶も買っとこか。はい、食器もあります。うん、だい日本製の焼き物が、こういうちっちゃい豆皿。豆皿、うん、かわいい。使いそう。あ、いいかも。使いやすい大きさやな。なあ、え、この大きいやつ。なんかどのサイズが。でも我が家は大皿独管系やから。これ。いいと思う。大皿、最近大皿独管に。一品ドーンが多いので、野菜炒めとかそういう。続きまして。になってるのはこちらですね。なこちゃんの保育園が、うん、自転車で送迎することもあるんで、雨用のレインカバーとか、うん、レインコートか、うん、気になってます。これもあるで。すごい。必要レインシュース迷うない。やっぱこのレインコートいいじゃん。あ、見て、お弁当色味とかも可愛いねんな。好きやな。そう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 、ナチュラルニュアンスな感じ。ナチュラルな色味がいいやん。これ、このグレーとか PC ケース、うん、あ、確かに、いいじゃん。めっちゃいいかも。イエイイエイ。前から気になってたのミニチェア。うん、待って、1000円なんこれ。これ1000円やな。なこちゃんがちょんって座れるようになったりしたら、これ1個置いてたら、うん、ソファーの前とかにあってもいいかなと思って、うん、ずっと見てます。気になる気になる気になるな。どう、もうちょい待った方がいいかもな。うん、なこちゃん座れるようになるまで、うん、これすごく気になってる。
こっちもほんまやな、これも椅子になってる、ボックスになってて座ったりすることもできる、うん、これもいいかなって思ってます。いいね。あ、スリッパもあるで、900円、いいやん、うん、クッションもあるし、こっちもいいね、シンプルで。これかかと付きとかもある、うん、あいいらしいな、いい、うん、分かった分かった、いいな、いいな、わ、うん、わ、わ、うん、それが、わ、おー、もう、気になる？これ、サロンな木の椅子やもんな。そうクッション性あるからいいなって最近ずっと見てるもんな、クッションどれがいいんかなと思って、実際な、通販やり特にクッション性を知りたいよな。そうなバッグも可愛いね、なんかいっぱい入りそう、なんかこうやってかけて、あ、いいやん、いいやん、なんかそのままいけそうやで今日。確かに今日このままいけそうやん、のめっちゃいいよ。グラフィックティーズ、夏やしな、いろんな柄があって安いな。メンズもレディースもアパレルはあります。アウトドアギアもピクニックとかできるようなテントやな。かわいい、見て、ランタン、うんうん、どうしたん、え、なに、ランタン、うまい、これめっちゃかわいい、どれがいい？あ、これやろ絶対。どれ？スプーンとフォークに反応してるんじゃ。なるほどね。まんまやと思ってんじゃん、まんま。まんまやと思ってるんじゃ。はい、バイバーイ。楽しかったね。帰って紹介します。次の日に撮影しております。はい。早速ですが。買ってきたものを紹介していこうと思います。イエーイ、すごいやん、すごい、ナイス、立派立派、イエーイ、よー、めちゃ買ったな、めっちゃ買ったな、でこれでも押さえた方やね、押さえた方、ちょっとポン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 入れてみようかな、すごい量になりそうやったんでセーブしながらお買い物していきました。出していきます。はい、ではではでは早速紹介をしていきます。じゃあまずこれね、こちらペットボトルホルダー、まあ暑いや、今水筒で持って行ってもなくなるやん、うん、ペットボトルホルダーでこれで持っていくと現地で調達し冷たい状態で保管できるっていいなと思、うん、冷たいやつさ、水滴とか落ちる、うん、かわいいですね、かわいい、なこちゃんがずっと気になってます。かきぴ、かきぴ、柿の種ボトル、梅味です、うん、美味しそうやったね、なんか種類結構いっぱいあったんですけど、うん、もうスタッフさんのおすすめで全部、うん、もう一つ何やったかな、なんかと、まあ、アバター醤油で梅、自分たちが好きなんで梅を買いました。これは晩酌のあれで食べようと、ユースケの晩酌の、うん、ポップコーン、ポップコーンも私めっちゃ好きなんで全種類買いたかったけど一旦2種類、うん、ミルクキャラメル味とベジマッチャ味、うん、これは美味しい、美味しいって、これは美味です止まらん系のやつ、止まらん、美味しい、めっちゃ食べて次、ちょうど切らしてました、あー、充電器、充電器すぐにダメにしてしまうことが多いんで、 2m のカラーがグレー、グレー好き、これで400円、安い、お、買いました、色いっぱいあって可愛いかな、まあ必需品やからね、今の生活によって、このハンカチ、可愛いベージュ、可愛い、夏にはきついね、子供が生まれてから使う回数もめっちゃ増えたしな、靴下、ライン靴下を買いました。ショーツを履くからね、こういう丈感の靴下で集めてるんですけど、靴下アップもしてるね、この茶色とグレーのラインが可愛かったんで購入しました。次、 PC ケース、まあ普段パソコンで仕事をすることがほとんどなんですけど、今使ってるやつはぴったりなやつなんですよ、うん、だから充電器とかイヤホンとか小物系が入れれないんですけど、これは後ろに収納スペースもあったりするんで、書類とか
めっちゃ便利。うん、これ1個でお出かけできるし、すごくいいなと思って買いました。今回の書類担当です。はい、ジムです。ジムじゃないけど、まあいろいろな、うん、書面にせなあかんこととかもいっぱいあるから、これは便利だなって思ってます。ヘアゴムです。仕事の時は髪の毛隠ってることが多いので、このゴールドのところでゴム隠しできるので可愛いなと思って買いました。300円というお安さ、お値段以上そうです。可愛いな。明日から使ってきます。スマホリングストラップ、これもスタッフさんがつけててすごい便利そうやって、スッて入れてな、うん、なんか最近なんか肩掛けよりこっち使ってる人結構多い。へえー、だからこっちもこう実用性あるんかなと思って。肩掛けやと長いから使えへん時。ああ、そうなの、ね、これやったら確かに携帯なくしたらすげえな。絶対ないな。なんか新幹線とかさ、あそういう電車とかもさ、さ抱っこするときとかさ、このまま抱っこできるし、いいよね。いいと思っちゃう。で、こちら傘の取っ手の先っちょにつけるグリップみたいなやつなんですけど、こう引っ掛けたりするときに滑りにくくなるっていうやつと、あとは透明のビニール傘を使うことが多いんですけど、それの目印になります。うん、これ気に入ったん？気に入っとんな。ミルクキャラメル。でも中は触れない。大きくなったら食べれば。人が集まるとこ行った時とかに紛失しないようにも目印になるから、うん、とってもいいなと思って買いました。次はカレーです。はい、ね、これはよすけが一人でお昼食べる時とかさっと食べたい時にね、うん、便利なんで、バターチキンカレーとジンジャーキーマカレーにしました。お、次これなこちゃん好きちゃう？次ひじきふりかけカリカリ梅入り。これはね、もうご飯のお供。我々はご飯のお供が。そう、ご飯のお供を探してるよな、いつもスーパーとかで常に探してる。そうそう、でめっちゃ美味しそうなこのひじきのやつがあったので速攻購入。楽しみです、ご飯にかけて食べるのが。で、最後かな、お皿を購入しました。こっちは丼鉢、うん、昔から使ってたやつを。何年？何年以上？私が一人暮らしの時、5年ぐらい使ってて、これがちょっとそろそろ買い替えてもいいかなっていうことで2つ購入しました。夏とか冷麺とかさ、うどんとか感じの丼鉢を探してて、でちょうど出会ったので、これはシンプルなアイボリー。なこちゃんは喋りたいねんな。これ終わったよ、なこちゃんの番な。わかるわ。で、これは一番大きかったな、本日一番大きかったな。大皿ドッカーンっていうご飯が多いので、これに出会ったので購入しました。こう白系って使いやすいような使いやすい、どの料理もなんかいい感じで、真っ白じゃなくてちょっとマットな感じの質感なんで料理が入るかなと思います。駆け足気味ではあったけれども、うん、ラコレ東京ベイのお店でこれだけの商品を買ってきました。また行きたいな。うん、また行きたい。パリルもあるし、生活雑貨もあるし、食器とかもお菓子とかもあるから、長居ししまうから。ゆっくり見てたらな、結構時間楽しめるから、ぜひ皆様も遊びに行ってみてください。で、今回購入した商品たちは、概要欄の方に記載してますんで、ぜひチェックしてみていただければと思います。では購入品紹介は以上となります。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。バイバイ。よいしょ。